j w ビュールラント &C サシエ食人鬼は、伝説上の食虫植物の一種で、人や大型動物を殺して食い尽くすものである。走り回ったり悲鳴を上げる植物は、マンドラゴラなどと呼ばれる。そのような植物の存在は現実には知られていないが、裏付けの取れていない報告は多い。目下、最も巨大で知られている食虫植物である。 ウツボカズラの一種では、袋が35センチメートルの高さになり、時々小型哺乳類を捕食する。広く知られている中で最も古い食人機の報告は、いたずらに橋を発していた。1881年、ドイツ人探検家の自称カール・リッヒエは、サウス・オーストラリアン・レジスター市場に、マダガスカルの、ムコドという部族によって行われていた、人身獄に遭遇した。 と書いている。うごめく細い鶴、飢えたオロチの暴れ、彼女の頭の上間際で震わせて、突然彼女の手や首をぐるぐるに絡みつき悪魔のような、本能で彼女を締め付け、悲鳴を上げるが、もっと恐ろしい笑い声が生じて、うめくように喉を鳴らして、再び締め落とされた。後ろからは、鶴は、巨大な緑色のオロチのように見え、 残忍なエネルギーに道素早く引っ込め、彼女を折りたたんでくるまった。残酷なまでの引き締めを迅速かつ凶暴なアナコンダの、粘り強い、締め付けられ獲物となった。1924年、元ミシガン州知事のチェイス・オズボーンの書いた、マダガスカル。ラント・オブ・ザ・マン・イーティング・ツリーにより、この木はさらに知れ渡った。オズボーンは、マダガスカルの部族と宣教思想法に、 この忌まわしい木について知っているか問いかけた上、リヒへの報告を繰り返した。しかし、1955年に科学ライターのウィリー・レイが、著書、サラマンダーズアザー・ワンダーズにおいて、ムこドカール・リヒエマダガスカル食人木はすべて鉄造だったと結論し、終了させた。ヤイコール・テイ・コールベオは、中央アメリカと南アメリカの一部に生息すると言われた。 食人植物である。名前の意味はスペイン語で、私は、すでにあなたを見ている。この植物に関する描写は資料によって様々だが、短く太い幹を持ち、長い鶴で獲物を捕らえるとするものが多い。JWBUL のラント &C では、ヤイコールテイコールベオは、大型の昆虫を捕食するが時には人間をも襲うとしている。食人植物は、 フィクション作品において、ホラー作品やゲームの敵キャラクターとして多数、見受けられる。シュッカー、カール、ザ・ビーツ・ザット・ハイド・フロムマン、パラビュー、ISBN1 から9 3 1四4 4から64から、サン・フィロップス、A1988、A セカンドレコード・オブラッツ・アズ・プレイ・イン・ネ・ペンテス・ラジャ、カーニボラス・プラント・ニュースレター17、55、ロン・サリバン、 アンド、ジョー・イトン、ザ・ダート、ミス・アバートマン、イーティング・プランツ、サムシング・ツー・チューオン。サンフランシスコ・クロニクル、http:/www.sfgate.com/.cgi-bin/.article.cgi?f="c.a.2007-10-27". ホヤーリシーベフロクティ・ディティエル2007年10月26日、閲覧。タイソン、ピーター、エイフォレスト・フル・オブ・フライツ、パート2。ザ・ワイルズ・オブ・マダガスカル、ノバ・オンライン、2008年3月6日閲覧。オズボーン、チェイス・サーモン、マダガスカル、ラント・オブ・ザ・マン、イーティング・ツリー、ハットレイ、ウィリー、サラマンダーズ・アンド・ザ・ワンダーズ、バイキング・プレス。ありがとうございます。